どうも、まさがみりほです。まさがみ家に関わる怪しげな話。今日のお話はですね、ベランダに出る窓のお話。吐き出しって言える、いわゆる吐き出しっていうね、窓ね。普通の、察知できたガラスの窓なんですけども。結構私、窓を本棚で塞いだり、物が多いんで、物を置いて窓がほとんどないんですよ。私の住んでるとこ 4DK なんですけど、ほとんど窓側に物を置いてるんで、実際ね、出入りできるところは、今の隣の部屋の、場所だけで、そこからベランダに出入りするんですけども、まあ、たまにね、まあ、ほとんど使ってないんですよ。たまに使う程度で。で、たまにね、夏とか、夏の夜とかね、前を通るとね、冷たい風が入ってくるんですよ。まあ、隣の部屋はね、一応エアコンあるんですけどね、ほとんどつけてないとか、全くつけずに、私いつもね、扇風機で過ごすんで。で、その中で冷たい風があるか、あれ？エアコンつけたのかなと思って、エアコンの方を見るとね、動いてないんですよね。あれ？その部屋には扇風機がないんですよ。で、あ、ひょっとしたら空気の入れ替えで私窓を開けて閉め忘れたのかなって思って、窓の方を見るとね、カーテンは閉まってて、ちょっとカーテンがゆら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 動いてるんですよ。ああ、やっぱり忘れたんだ、みたいな感じで。まあ、カーテン近づいてね。パッとカーテンを開けたら、窓閉まってるんです。なんだろうな。窓閉まって、まあ、一応空気の入れ替えしたいと思ってね。まあ、窓を開けて空気の入れ替えしますよね。で、また閉めるんですよ。で、鍵も閉める。カーテンも閉める。ちょっとやっぱりね、あったか、生ぬるいっていうかね、あったかいんですよ、夏だから。で、また、部屋に戻って、ね、廊下の前、まあ、窓、あの、扉、あの、部屋の扉を開けっぱなしなんで、前を通ると、やっぱりね、そこから冷たい風が入ってきてる。なんだろうな。カーテン揺れてる。そういうことが何度かあったんですよね。で、なんかあるのかなって。なんかあるのかなって。ここ何かあるのかなって。思って、それまたカーテンの前まで行って、まあ窓は閉めてるの分かってるんで、揺れてるカーテンを止めて、パッと開けたら、目の前に髪の毛を長い女の人が立ってて、誰？と思って。思った瞬間一瞬消えたんですね、そのまま。なんか変なもの見ちゃったなと思いながら。ただそれ以降、その女の人を、見た以降、そのカーテンの揺れは止まりました。今でもね、何なんだろうって。全く得体の知れないものだったと思うんで。まあ、当然ね、生きてる人じゃないと思うんですよ。そういうことがあって、まあ、カーテンの揺れが止まって、冷たい風が入ってこなくなったんですけども、実際ね、彼女が私に何を訴えたかったのか、何を言いたかったのか、未だに不明です。閉めたカーテン、閉め切った部屋、皆さん気をつけてください。